おはようございます。ようやくワクチン2回目を3日前に接種したんですが、その次の日ですね、副反応で一日中寝込んでしまいました。まあ1回目もねそれなりに副反応来たんで覚悟してたんですけどね、想像以上というかだるかったですね。で昨日もね若干だるかったんで念のため安静にしてたんですけどね。そして3日目今日完全復活いたしました。いや気分爽快ですよ。この2日間でもうめちゃくちゃ寝たんで、もう今はもう冴えてますよ一番問題だったのがめちゃくちゃだるかったにもかかわらず食欲は普通にあったんですよね。なのでだるかったにもかかわらずかなり食ったんですよ。昨日なんてねポップコーンとか買ってのりちゃんと2人で映画とか見たりしておかげで1キロ増えました。今日からまた気合を入れ直して筋トレ食事制限そして動画編集とかねバリバリやっていきたいなと思います。ご機嫌いかがですか？ご機嫌いいみたいですね。今日もよろしくお願いします。どうしたの？どうしたの？かわいいですね。今うたちゃんはのりちゃんと一緒に郵便局までお散歩行ったんですよね。どうだった？お散歩楽しかった？かわいい。かわいいですね君は。ほらこっち向いてあいい匂い、かわいいかわいい。12時37分になりましたのでお昼にしようと思います。今日はですね例によってのりちゃんのお母さんが送ってくれたものから選ぼうと思います。今日はどれにしよっかな。カレーの煮付けもあります。美味しそうなんですよね。今日はやっぱり鶏胸肉トマトチーズ焼きにしようと思います。胸肉最高。まあ、ちょっとチーズがある分脂質は高いですけど他で調整するので大丈夫です。姉ちゃんもこれでいいっしょ。おから3分ぐらいやった方がいいかな。いやワクチン打った次の日は本当に辛くて一日中寝込んでね何にもできなかったんですよ。非生産的な一日で気分もめいてたんで夜は少しでもテンションを高めるためにウーバーイーツで大盛りの豚丼を頼んでしまいました。美味しかったね。入らない。そうかこれやってるとのりちゃんの声が入らないのか。じゃあもう一個はのりちゃんにつけてあげよう。いやそう言わずにさ。そうだよ。いつでものりちゃんにつけてあげれるように。あ電池がほぼないな。入ってるはずよ。声出してみて。あ聞こえてる聞こえてる。素晴らしい。そして今日も例によってご飯は佐藤のご飯です。いや米が切れちゃったんですよ、つなぎですね。つなぎ今ねふるさと納税の米頼んでるんですけどあれ時間かかるじゃないですか届くまでに。そのつなぎですね、なんかアマゾンでご飯パック調べるとアマゾンブランドのもっと安いやつあったんですけどレビュー見ると青カビがどうたらとかなんかちょっとね不吉なレビューが多くあったんで全体としては評判4とかあった気がするんですけどカビが生えてた的なレビューもちらほらあって怖くなったんでやめましたよくわかんないですよね。あっちほんと便利な世の中になりましたよ。砂糖のご飯こんなに美味しいんだからチンするだけでやっぱり映えないね。ほぐさないといただきます。うまい。このスープと米が合うわ。お母さんありがとう。もうずっと送ってほしいぐらい。あと 2,3 回送ってくれたらもう終わるみたいですこのサービスは。3食分ぐらいしかないってことで。あこのその3食が終わったらもう終わり。気が向いたら送るって言ってた。あーうたちゃん。うたちゃんはなぜか我々が食事をしだすタイミングでいつも泣きます何かを察するのでしょう。お
私も食べたいってなるのかな。どうも元気です。私は先日ファイヤーを達成して現在は海外移住に向けて準備中の一般男性でございます。そして育児に没頭してます。ツイッターをやっていますとですね、資産運用界隈でのトレンドの移り変わりっていうのがめちゃくちゃわかるんですよ。僕がツイッター始めた当初っていうのは SPYD 流行ってました。でまあいろいろなんだかんだあって最近では QYLD ですよね。超高配当 ETF、まあ今でも流行ってます。正直なぜなら今めちゃくちゃトレンドだからですね。やっぱツイッター見てるとですね、自分が保有している高配当銘柄から QYLD に乗り換えてる人結構見ますね。そしてなんと最近また新たなトレンドが来たんですよ。ご存知ですか？それがですね JEPI という ETF ですね。最近日本の証券会社で取引できるようになったようです。噂によるとですね、この JEPI っていうのはインカムそしてキャピタル両方取れるというね、いいとこ取り理想的な ETF だと、そういう話をね聞きました。僕のイメージね、両方取りの ETF っていうのは結構中途半端なものになってしまうというイメージなんですよ。例えば SPYD ねは両方取れるが売りだったんですけど、まあ、パフォーマンスは SP500 にもちろん劣りますし、利回りも 4% ぐらいで、まあ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 って感じ。印象的にはやっぱ中途半端ですよね。最近の僕の傾向としては両方取りっていうよりも小利回りなら小利回り、キャピタル狙いならキャピタル狙いの ETF っていう、それぞれ役割分けて買うっていうのが僕の中での最近のスタイルなので、最近はそういう両取りのものっていうのは手を出さないようにしてます。じゃあこの JEPI っていうのは一体どういうものなのかっていうのは、まあ、ちょっとこれから紹介したいと思います。この JEPI っていうのは JP モルガンエクイティプレミアムインカム ETF のことで、経費率が 0.35%、 結構リーズナブルな価格です。でこの ETF の目的はボラティリティをなるべく抑えてかつ高収入を目的に設計されたものですと。で設定されたのも2020年5月、めちゃくちゃ最近ですね。で過去12ヶ月の利回りが 7.61%、 結構高いんですよ。分配頻度も毎月分配ですね。持ってるだけで毎月のようにインカムが入ってくる、まあ、これは QYLD と一緒です。毎月分配 7.6% もらいながらも株価も上昇していくので両方取れると、確かにめちゃくちゃいいと思います。ただこれなんで利回り 7.6% も叩き出してるのかっていうところの仕組みがまたね、これ複雑なんですよ。本当に僕もね、深いところまでまだ追い切れてないです。正直 QYLD もそうでしたよね。難解でした。 JEPI の構成銘柄の大体 80% から 85% はこれ SP500 の中でもなるべくボラティリティの低いものをピックアップして選んで構成してるんですよ。残りの 20% から 15%っていうのは ELN っていうものに投資してるんですよね。 15% から 20% の ELN のところで利回り 7.6% っていうのを実現してるんですよ。ちなみに ELN っていうのはエクイティリンクドノートの略ですね。日本語で言うと株価リンク債のことです。株価リンク債っていうのは仕組み債の種類の一つです。なので仕組み債が分かってない人はまずこの ETF の仕組みがそもそも理解できないと思います。仕組み債については多分 YouTube とか Google でググれば結構出てくるので、ぜひね調べてみてください。まあ、簡単に言ってしまうと、一般的な債券にはない特別な仕組みを持つ債券なんですよ。普通の債券とは違ってですね、株式の値動きによって商品の条件がこう変動する代わりに通常の債券よりも高い利回りを実現しているっていうことなんですよね。まあ、これだけ聞いても分かんないと思うんで、 YouTube とか見たりググったりしてみて調べてみてください。 JEPI が保有する ELN っていうのは S&P500 とそのオプション取引を対象とする債券のようですね。この ELN を保有しているだけでオプション取引によるプレミアム収益っていうのを得ることができて、それが我々投資家に分配金として分配されているみたいですね。だここの仕組みっていうのは QYLD のカバードコール戦略にめちゃくちゃ類似してます。なので QYLD のカバードコール戦略を理解している方は JEPI の仕組みっていうのもかなり簡単に理解できると思います。上位10銘柄でファンドの大体 25% を占めてます。 ELN は全体の今は 16% になってるみたいですね。まあこれ見たら分かると思うんですけど、さっき言ったみたいに約 85% が SP500 銘柄の中でもボラティリティが低いものに投資していて、残りの 15% が ELN に投資していることが分かります。 JEPI の利回りが今 7.6%
この残りのね 15% ELL に投資している 15% のとこだけでどれだけの利回りを実現してるんだっていう話ですよね。これがなんとね 40% ぐらいの利回りなんですよ。この 15% のとこだけで利回り 40% を出してるから全体として 7.6% ぐらいの利回りを実現してるっていう計算になるんですよね。まあ、こちらがですね JEPI が保有する上位5つのリンク債になるんですけど、まあ、見ていくとですね、まあ、利率が 35.6% とか 36.35% ってなってるんで、まあ、あらかたこの計算は間違ってないのかなということになります。分配金なんですけど、この ETF の目論見書を見ると安定した水準で分配金がこう行われていく保証はないって書いてあるんですよ。現にですね分配金の推移見ていくと去年と比べるとかなり大幅に減少している傾向はあります。例えばですね2020年の11月の分配金見ると0.5ドルぐらいなんですけど、2021年の10月の分配金見ると0.3ドルなんで、まあ、かなり下がってますよね。なので、まあ、JEPI っていうのは今後もね高利回りは高利回りだと思うんですけど、まあ、2020年と比べると、まあ、低くなっていくかもしれないということになります。だから分かんないんですよねどうなるかっていうのが。ちなみに JEPI のパフォーマンスを見ていきたいと思うんですけど、実はですね JEPI っていうのは2020年5月に設定されてるんで、まあ、情報が少ないんですよね。いかんせんただですね2018年8月末から JEPI と全く同じコンセプトのファンドが存在してたんですよ。実はそれが JEPIX っていうんですけど、これは全く同じ会社の全く同じファンドマネージャーが全く同じコンセプトで運用してます。で値動きもほぼほぼ一緒なんですよ見たところ。なのでこれをね代わりに使って見ていきたいと思います。こちらが JEPIX と S&P500、まあ、VO ですね、配当金も再投資した場合のトータルリターンを比較したものになります。 JEPI っていうのは S&P500 よりもボラティリティを抑えたものになる予定なんですけど、2018年からの、まあ、パフォーマンスを見てみると分かる通りですね、マックスドローダウンが JEPIX がマイナス 18%、 VO がマイナス 19%、 そこまでね変わんないんですよねボラティリティが低いって言ってる分ね、こういう弱気相場で威力を発揮してほしいところなんですけど、実はそれを証明するデータっていうのがまだねないんですよね。ご覧の通りそんなに変わんないんですよね。まあただね JEPIX は高利回りで差別化を図ってるんで、 VO と比べるとご覧の通りね分配金はたくさんもらうことができますね。一応ね JEPI のライバル ETF としてよく挙げられるのが QYLD と XYLD っていうのがあるんですよ。 XYLD っていうのは QYLD の S&P500 版だと思っていただければ嬉しいですね、うん、ただ XYLD というのはまだ日本の証券会社では取引できないと思います。実はそういうのもあるんです。こちらがですねその3つを比較したパフォーマンスになります。さっきも言ったように JEPI っていうのは80%から85% を、まあ、普通の企業 S&P500 のボラティリティ低い企業に投資してるんで 100% カバードコール戦略に使ってる XYLD よりもパフォーマンスはねトータルリターンは上回ってほしいところなんですけど、ご覧の通りねここ2年そんなにトータルリターン変わんないんですよね。 JEPIX が 14,294 ドルが最終価格に対して XYLD が 12,482 ドル、そんなに変わんないんですよ。でしかも配当利回りは XYLD の方が若干高いというね。理想としてはね JEPI がもっとこう圧倒的にこうパフォーマンスね優秀になってほしいですよね。ただ歴史がまだ短いんで、今後ね暴落局面とか、まあ、下降局面が来た時にどのぐらいのパフォーマンスを発揮できるかっていうのがまだわからないっていうのが、まあ、実際のところです。はい、ただ実際現時点の事実としてはトータルリターンは VO に負けていて、インカムの観点からも QYLD と XYLD に負けているっていう事実はあります。ということもあってキャピタルをめちゃくちゃ重要視している人、インカムをめちゃくちゃ重要視している人っていう人にとって JEPI を選ぶメリットっていうのはそんなに今のところですね感じないですね。キャピタルを求めている人は VO とか999選べばいいし、インカムを重要視している人は QYLD を選べばいいわけですよね。そういう意味だといきなり JEPI を買おうっていう選択肢には、まあ、なりづらいのかなと思いますね。インカムキャピタル両方欲しいって人も JEPI を買うよりも VO とか999と QYLD を組み合わせて買った方が実質的にインカムとキャピタル両方取れることになるんじゃないかなと思います。
まあ、本当に JPI 買うとしたら QILD に集中投資するのはちょっと怖いとか、まあ、SPYD をメインに持ってるけど、まあ、ちょっと小利回りとかキャピタル欲しいなっていう人が、まあ、2番目のサポート要因として JPI を買うっていうのがまあありなのかなと思いますね。そのぐらいの位置づけで僕はいいと思います。僕もね、確かに QILD にどんどん僕投資しようとしてます。ただ確かに QILD 一本集中っていうのは怖いんで、まあ、SPYD を売って JPY をちょっと持つっていうのもまあありかなと思いますね。ただ QILD と JPY っていうのは SP500 と NASDAQ に連動するものになるんで、まあ、分散になるかと思いきや、両方ともね、あのインカムを得る仕組みっていうのはカバードコールで、まあ、同じなんで、カバードコールっていうのはボラティリティが高い時に威力を発揮するんですよね。上昇相場とか下降相場だとやっぱりインカム下がっちゃうんで、分散になるかっていうとそこまで分散になるかどうかっていうのはちょっとわからないですね。まあ、この JPI の扱い方、まあ、結構難しいかなと思います。少なくとも投資これから始めたばっかりの人がいきなりメインのポートフォリオを JPI にしますっていう選択肢はないのかなと僕は思いますね。あくまで余剰資金でね、まあ、サポートで買うぐらいの勢いだと思います。はい、今日はそんな感じですね。うん、それではさよなら。どうも元気です。私は先日ファイヤーを達成して、現在は海外移住に向けて準備中、そして育児に没頭中の一般男性でございます。あ、どうして笑ってるの？かわいいね、ジュニーが流行ってたんですよ。笑ってるの？かわいい。